はりがういまこんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、Amazon Pay の使い方、使ってみた感想やメリットやデメリットなど。ということで今回はまだまだあまり利用者は少ないであろう Amazon Pay についてお伝えしていこうと思います。ちなみに今回は実際に使った映像もありますので、そちらもご一緒にどうぞ。 まあ、そもそも AmazonPay とは何ぞやというところなんですが、まあ、その名の通りですね、あのネットショッピングの有名な Amazon が提供するスマホ決済のことですね。まあ、この AmazonPay に関しては、まあ、ZOZOTown などネットショッピングでも利用可能というふうにもなってるんですけども、今回は実店舗にて使ってきたので、それを基準にお伝えします。まず、使う前の準備なんですけども、 Amazon にてクレジットカードの登録が必要となってます。ちなみにデビットカードやプリペイドカードなどの登録もできるみたいですね。で、決済の映像を出す前に、決済画面までの行き方なんですけども、こちらはアマゾンのアプリを端末にインストールして、クレジットカードの情報を登録した状態でお伝えします。 それではまず1番なんですけども、まず Amazon のアプリを開いたら、左上の3本線をタップします。そして2番、ここに Amazon Pay という風に今真ん中の方に出てるんですけども、Amazon Pay という風に出てくるので、それをタップします。そしてこの3番ですね。この3番の画面を店員さんに見せて、バーコードを読み込んでもらったら OK ですね。まあこれに関しては、決済する端末でないと、まあこの Amazon Pay という表示が出てこない可能性があります。まあ僕の iPhone XS では出てきたんですけど もう別のセルラーモデルの iPad では出てこなかったのでそこだけ気をつける必要がありますねそれでは早速実際に決済した時の映像をどうぞ 大丈夫です、ね、よかったー <laughs> ありがとうございますということで実写の映像でしたまあ何とも言えない感じでしたけども、まあ、最初改正の問題かお店側の端末の問題かまあ2度やり直して無事に決済することができましたまあ、今表示されているのは僕が購入した時のまあ明細みたいな履歴みたいなもので、まあ、8月7日に540円の決済をしましたよということですねまあ、特に音が鳴らなかったのであれこれ決済できたんかなっていうふうにはちょっと一瞬戸惑ったんですけど店員さんの方でできましたよ とといいうふうに言われたたのでまあ、うまくいけたんだとは思います、まあ、ここから実際に使ってみたメリットやデメリットなんですけどもまずデメリットからなんですがまあ出てる通りですね圧倒的に使えるお店が本当に少ないという感じでまあ現在アマゾンペイが使える場所って本当に少なくてまあ今ちょっと下の方にも出してるんですけどもこの日本タブレットというものを導入してるお店であれば、まあ、使えることがあるんですけども現在はもうコンビニなどでもまだ使えないのでまあそこに対してはちょっと不便を感じます。 そして2番目このポイントがつかないというところなんですけども、まあ、これに関しては詳細は定かではないんですけども実店舗で決済をした場合は登録している AmazonPay に クレジットカードにはポイントは付くんですけども、Amazon に対してのポイントは入らないみたいなんですよね。ちなみに、ネットショッピングの場合は、Amazon が提供してる、Amazon マスターカードクラシックという、まあ、a z o n 専用のクレジットカードがあるんですけども、まあ、ネットショッピングで Amazon ペイにそのクレジットカードを登録していれば、まあ、a z o n のポイントをもらうことができるということはあったんですけども、なので、あんまりこう、まあ、リアル店舗で決済してもポイントなどの還元がないので、ちょっとなんか寂しいなというふうにも思いましたね。次にメリットなんですけども、Amazon アマゾンのアプリ1つで管理が可能ということで、まあ、実際にアマゾンのアプリでお買い物ができてその中にちょこんとアマゾンペイの機能があるだけなので、まあ、スマホの中がまあごちゃごちゃしないので、まあ、それに関してはいいのかなというふうにも思いました。 ま、今回のは AmazonPay を興味本位で使ってみましたけども、まあ、還元とか使える場所とかの他の Pay と比べるとかなり差はあるので、まあ、今後の AmazonPay の出方次第でまたどこかのタイミングで使おうかなと思っています。なので今はちょっと使うことはほとんどないかなというふうには思いますね。もしですね、この動画を見てくれてる方で AmazonPay を実践された方とかネットショッピングで使ってみた方などいらっしゃれば、ぜひですね、下のコメント欄に書き込んでいってください。 ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。